今回紹介するのは山奥の菓子工房ナチュール。国道427号線沿いにあるお店です。メインで、洋菓子なんですけども、地元の食材をなるべく使うようにして、で、体にも優しく、お財布にも優しい、まあ、全体的に優しい感じのイメージで、お菓子作りしてます。で、まあ、ケーキ、生のケーキから焼き菓子、ギフト商品まで、取り揃えております。はいはい、お店の名前ナチュール、これちょっとフランス語読みなんですけど、英語やったらネイチャーですかね、自然っていう意味なんですけど、まあ、あの高町の自然がもちろんかかってまして、あと自然に、ナチュールのお菓子をお家で、あの昔テーブルの上にみかんなりおせんべいがあったかのごとく、ナチュールのお菓子があってほしいなっていう、そういう感じの自然っていう意味と、あと食材とか、あのそのもの、素材そのもの、なるべくさっきも言いましたけど体に優しくて、食べて安心っていうところも気をつけての、その優しさを含めた自然っていう部分ですね。はい、そうですね。本当はね、もっと森のようにしたいんですけど、森の中を駆け分けて入ってきたら、あ、こんなところに店があるやんっていうイメージの、お店にしたいなっていうので、まあ、今全然違いますけど、なので、まあ、山奥の菓子工房ってついているのも、まあ、そういうイメージですね。一番は、こちらのショーケースに並んでいる、ケーキ類ですねが、まあ、ちょっと手土産にするのとか、あと、まあ、自分へのご褒美なりおやつっていうので、よく買っていただけます。そうですね、定番商品は、ロールケーキのコッコロールですね。あとコッコプリン、それからシュークリームっていうものはもう変わらず、作らせてもらってます。まあ、ただ、その当初のものと比べたら今の方が断然美味しく進化しているとは思っています。はい、もう常に改良改良してますので、まあ、あの添加物なんかがなるべく使われていない素材選んできたりとか、まあ、もさっきも言いましたけど、地元の高町の食材、それから兵庫県の食材とか、国産のものとかになるべくこだわるようにして、その中でもこだわりにこだわった素材を選んで使ってます。はい、ココっていうのは、まあ、あの黒ニンニク、発酵させた黒ニンニクを使ったパウンドケーキになっているんですけど、あの袋を開けた瞬間、なんかニンニクをもう発酵しますんで、もう生のニンニクみたいな匂いはしないんですけど、スパイシーな匂いがするな、なんやろなっていうぐらいの感じで、で食べた時のギャップ、チョコレートのお菓子ですね。なのでもうギャップも楽しんでもらえるかな。でニンニク使ったお菓子なんやこれっていう面白さとかも含めての、新商品、今までにないような新商品ということで、今回5つ星兵庫、も認定いただきましたので、まあ、より広く知ってもらえるように今、販売促進かけているところです。まあ、ものづくり全般に好きやからっていうところですね、初めは。でそこからの、まあ、料理好き、お菓子もまあ好きかな、食べることが好き、とにかく好きっていうのが仕事につながっていったっていう、まあ、そこを大事にして、で今の仕事につながってます。なので、まあ、これ今仕事としてやってますけど、まあ、半分趣味の領域なので、全然あのしんどさもないですし、もう楽しさしかないですね。生み出す楽しみっていうか、それがやっぱり毎日楽しいですね。まあ、もともと高町の人間なんで、まあ、自然な流れで高町でしたいなっていうのがもうずっとあったんで、
何をするにしても高千穂で商売したいなって、で、まあ、高千穂が好きっていうのもありますし、まあ、そんな感じですね。でもう今となってはもうほぼ過疎地状態になってきてますけど、まあ、そういうところもなんとかしたいなっていう思いも今はもうかなりあるんで、なんとか高千穂を盛り上げられたらなっていう感じでやってます。今後、まあ、ナチュールとしましては、まあ、今の店舗もちろん継続してやっていくんですけども、それとともに今少しずつ力を入れているのが、通販商品ですね。通販でもって、全国に発信していきたいなっていうので、通販に今少しずつ力を入れてます。まあ、それとともに、古民家カフェを次の目標として、で、まあ、古民家カフェ、古民家農家カフェ的な感じ で、まあ、お菓子もそこで用意して、でお客さんに喜んでもらえたらなっていうのと、で、まあ、その後の展望は、まあ、お菓子に限らず食に関するアミューズメントパークみたいな、そういうことを高千穂でできたらなっていう、大きな農園があって、で、まあ、レストランもあり、でお菓子の工房もあり、でそこで農業体験やらお菓子作りの体験やら、いろんなことを楽しめるような、そういう、まあ、施設というかファームというか、そういうところを作っていけたいなっていう、まあ、夢ぐらいの話かもしれないですけど、そこを目指してます。はい、じゃあ今日はお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。